ちょっと腕上に上げた時にここ突っ張るかなぐらいで特に問題ないです。本日もクリニックのナースさんに協力していただきまして、二の腕脂肪吸引の1週間目の経過をちょっとご紹介したいと思います。はい、前回の動画で手術直後の様子とか3日目とかどんな感じかっていうのをご紹介しておりますので、まだそちらを見てない方はちょっとそちらを参考にしてみてください。はい、本日は1週間目ということなんですけども、どうですかね、まずバンザイとかできます？バンザイ問題ないですね、うん、問題ないですね。でちょっとリアルな内出血の様子をちょっとご報告したいんですけども、どうですかね、この辺とかちょっとここは内出血出てるの分かりますかね。今日は1週間目なんですけども、正確には約9日目ですね。内出血はこの辺とか出てるかなと思うんですけども、こっちとかもほぼほぼなんかないですね。ここもこれは点滴の後ですかね。点滴ですね。はい、点滴がやっぱ点滴の内出血結構気にされる方いるんですけど、正直ここが一番長いっていうのは事実かなと思いますね。ただこことかこことかもう全くなんか内出血とかも出てないですし、色素沈着も出てなくて、結構仕上がりとかとてもいいのかなって思いますかね。こんな感じですね。内出血わーって出てると思いますね。反対もお願いします。こっちもこうやって出てますね、内出血。はい、前回その3日目の時にお酒を飲んだっていうお話をしていただいたんですけども今って1週間目ぐらいで経ってお酒とかどんな感じですか？お酒は飲んでますね、日々摂取。はい、毎日飲んでます。間1日だけ休んで、そこからは今のところ飲んでますね。はい、はい、ありがとうございます。個人的には1週間目ぐらいまでは控えた方がむくみとかっていうのはより抑えられると思うんですけども、どうしてもお酒が飲みたい人っていうのは飲んじゃっても最悪全然大丈夫ですし、3日目の時は確かにお酒の影響でやっぱ内出血がちょっと出てたと思うんですけども、1週間ぐらいすればその内出血とかっていうのはあまり分からなくなってくると思いますので、飲んでいいか飲んじゃいけないかって言ったらご自身ちょっと決めていただければいいかなと思います。どんなに内出血が3日目とか出てたからでも、やっぱ1週間も経つとこのように綺麗になってしまいますので、ちょっとそれだけはちょっと頭に入れておいていただければいいかなと思います。あと実際どうですか、むくんでます？やっぱ下の方のところはむくんでるかなって感じなんですけど、うん、もう9日目ぐらいから上の方公式始まってきてるので、うん、もうあまりむくみっていう感じは気にならないので、うん、もうボレロも私1週間経ったら全然来てなくて、うん、今のところ辛くはないそうですね、うん、はい、ボレロはですね、今1週間目でもう来てないって言ってたんですけど、2週間ぐらいは推奨なんですよ2週間ぐらいは来ていただいた方がいいんですけども、本当にどうしてもボレロ来たくないって方はやっぱいるんですよ。そういった方は1週間はしっかり来ていただいて、1週間目か2週間目は夜寝るときだけとか、そういった工夫していただけると良いと思いますね。なので、まあ、ボレロ着なかったからって最終的な仕上がりってはそんなに変わらないと思いますので、はい、お酒飲んでてもそんなに変わらないと思いますので、はい、あとはもう本当ご自身で一番楽だと思うことですね。ボレロ着ている方が楽って方もいるんですね。でもボレロ脱いだ方が楽って方いると思いますので、その辺は本当に自己判断というかご自身で決めていただくのが一番そのダウンタイムを過ごす上で一番いいのかなと思いますので、それも参考にしてみてください。で、まあ、公式はですね、今始まってるって言ったと思うんですけども、この公式が始まるタイミングまでがボレロでいいかなっていうのは答えだと思うんですね。でやっぱ公式っていうのは7日目とか9日目ぐらいからやや始まってくる人もいると思いますし、2週間目ぐらいじゃないと始まってこない人もいるんですね。なので公式がまだの人っていうのはボレロを着ていただいた方がいいと思いますので、一番いいのは公式が始まるタイミングまでボレロを着るが答えだと思いますので、そういった意味でご自身は2週間目ぐらいが妥当なのかなっていうふうに思っております。はい、なのでちょっとこれもあくまでも参考ということでちょっと頭に入れておいてください。脂肪吸引から1週間経ちました。もう全然内出血とかなくって、見た目には全然わからない感じです。拘縮始まってきたので、マッサージお風呂上がったらやるようにしてます。もう結構お酒とかも飲みに行ったりとかしてるんですけど、全然元気でちょっとなんかむくんじゃったりとかはするので、お風呂で温まった後にこうゴリ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 やってる感じです。ちょっと腕上に上げた時にここ突っ張るかなぐらいで特に問題ないです。また報告していきます。あとはどうですか、1週間目何も問題ないです。もう公式とかのダウンタイムが楽しくてちょっと、はい、そうですね、本当にすごく楽しい。実際顔と二の腕どっちの方がダウンタイム楽ですか？二
でも二の腕は楽でした、私は。本当ですか、はい、顔だと多分まだ1週間もちょっと腫れてますよね。そうですね、あとご飯食べられなくてあんまりお口が開かなくなっちゃったので、うん、私の場合は、うん、なのでちょっと今はご飯もお酒も自由にできるのでそうですね、はい、ストレスないですね、はい、というのであの二の腕脂肪機能1週間目っていうのはあのいろんな方いますけども、こういうふうにあのハッピーな方もいらっしゃいますので、はい、あのちょっと参考にしてみてください。あの実際にクリニックに来ていただければ、あの本当にリアルな経過とかをあのご紹介することができると思いますので、あの来ていただいてあの声をかけていただくということも全然大丈夫ですので、その辺はよろしくお願いいたします。本日は二の腕脂肪筋の1週間目の経過をご紹介しました。で今後の経過につきましては、また1ヶ月目とかまたどうなったかにつきましては、また別の動画でもご報告していきたいと思いますので、ちょっとそちらを参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。何か質問とかありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。